9月2日、夕の御言葉。あなた方は、印と不思議を見ない限り、決して信じない。ヨハネの福音書、4章48節奇跡を絶望するのは、主が地上におられた時代の人々の心が、病的な状態にあることの印であった。彼らは、健全な需要を拒み、奇跡のみを求めた。 彼らは彼らのためにこの上なく必要であった福音を望まず、イエスが必ずしも与えようとされなかった奇跡を熱心に要求した。今日でも多くの人々は印や奇跡を見なければ信じようとはしない。ある人々は心の中で言う。私は魂に深刻な恐怖を感じなければならない。そうでなければ。 私は決してイエスを信じないだろうと。しかし、もしあなたが決してそのような経験をすることがなかったらどうするのか。おそらくあなたは決してそのような経験をしないだろう。あなたは神が自分をそのように扱ってくださらなければ、神を恨んで地獄へ行くつもりなのか。ある者は自分自身に向かってこのように言う。もし私が例の夢でも見るか、 まだ経験したことのない突然のショックでも受けたら信じようと。このようにして、無価値な死すべき人間であるあなたが、主を指示のままに動かそうなどと考えているとは、どういうことか。あなたは主の門口にいて、哀れみを求めているものなのに、主が哀れみを与える方法を指示しようというのか。あなたは、主がそれに従われると思うのか。私の主は、 寛大な心を持っておられる。しかし主は正しい王の心を持っておられるのである。主はあらゆる指示を退けて主権者としての行動を取られる。愛する友よ、なぜあなたは印と奇跡とを見たがるのか。福音そのものが印であり、奇跡ではないか。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節これは奇跡中の奇跡ではないか。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。この尊い御言葉、そして私のところに来る者を 私は決して捨てませんという厳粛な約束は確かに印や奇跡に勝るものである。なぜあなたは偽りを語ることのできないお方について真実の証明を求めようとするのか。悪霊でさえこの方が神の御子であると宣言したではないか。ルカの福音書4章41節